白漢字は、東京都北区上、中里一丁目にある新言衆豊山派の寺院。当寺院は昔畜死の安楽寺の僧侶が、諸国巡礼の折、当寺に宿泊したことに始まる。その際に、阿弥陀如来像を置き、安楽院と称した寺院を創建した。当初は、その関係から浄土宗の寺であった。その後、江戸時代になり、山川貞久という江戸幕府に仕えていた。 新旧氏がいた。ある時、三大将軍、徳川家光が病で倒れた時、山川貞久は、豊島軍の平塚明神に治癒を日夜祈っていた。家光の病気は治癒し、山川貞久は死罪を投じて、平塚明神を再建。さらに官営11年には、平塚神社の別当して、当寺院を再興し新聞州の寺院とした。官営17年、徳川家光が、 高狩りの際、当地を訪問。その際に、平塚神社を見て、その後をさに当神社は、誰が造営したのかと村長に尋ねたところ、家光が、病床の際に、山川貞久が、平塚神社に日々祈願し、治癒したことに感謝して、ここまでにしたと言ったと言われている。それを聞いた家光は感激し、山川貞久を呼び出して、平塚神社と当寺院の車両として五十国。 さらに、山川貞久に、事業地として二百国を与え、事業を、平塚山城漢字安楽院とするように命じたと、されている。それ以来、格式ある寺院として知られるようになった。明治時代になり、神仏分離令により、平塚神社と切り離され、現在に至っている。当寺院には、江戸幕府に、奥石として仕えていた、滝桂山一族の墓、 1936年指定、及び山川貞久一族の墓がある。ありがとうございます。